はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今回パート、59を始めていこうと思うんですけれども、秋山さんで外に出て、マップで確認してきたんですが、特になんかサブストーリーのハテナマークもなかったし、なんか全部やったっぽいんで、今できる範囲のことは。だからちょっとはるかちゃんになってやっとこさメインストーリーの方を進めようと思います。いやー、このメインストーリー進めずに放置しだして1ヶ月ぐらいは経ったんかな。録画できひんかった時間とかも含めて1ヶ月以上経ってるかもしれんな。で、なんだっけ、プリンセスリーグの日なんや今日。やばい、ダンスを忘れてしまっているかもしれないので、どうしようかな。ちょっと一回ぐらい、鍵は拾っとこう。あ、なんか、はるかちゃんで鍵拾わん方がいいっていうコメントを見たけど、開けんかったら大丈夫なのかな。なんか、損やで、みたいな、見たけど。事務所。事務所こっち。はるかちゃんでやったら、もう、自由に、走り回っても、チンピラに絡まれることはないから、いいな、楽ちん。あ、で、そう。一回ぐらい、クリスティーナさんの、ちょっとレッスン受けて、ダンスの感覚ぐらいは思い出しとこうかな。え？あ、あ、はい。あ、同級生か？こんな夜に？はい。かずみちゃん。え、そうなの？あ、でも私に何か？沢村さん、え？うん、知ってるけど。あ、うん。あれ、動画の中に入れたっけな。なんか、秋山さんが、そう、この子、援助交際させられそうになってるところに遭遇して助けてんか。それがちょっと録画外やったから、入れられへんかってんけど。うん、素敵な人だよね、秋山さんって。え、惚れちゃった？うん。あ、いいよ。え、でも、秋山さん、あれ？秋山さんとお近づきになりたいから？え、どういうこと？あ、そうや。お友達がいいひんくって、そう。そうや。なんか、無理やり、ね、仲良くしてやってんだから、援交してこいよ、みたいな。そう、なんか悪いグループにつるまされてて、いじめられてたんやな。そう。そういう女の子やねん。で、はるかちゃんなら、きっと仲良くしてくれるよって、秋山さんがアドバイスして、終わったんやったかな。ねえ。それじゃあよろしくね、沢村さん。また学校で。ああ、こういうところで。おかげで友達ができちゃった。今度お礼言わなきゃ。よかったな。っていうサブストーリーもあったんですよ。ごめんな、なんかちょっとセーブするために移動してる間に、だから録画切ってる間に巡り合ってしまったサブストーリーも少ないねんけど、ちょこちょこあって、まあ気になる方は、まあ、や自分でやったことがある人はわかるやろうけど、自分でやったことない人はやってみてください。で、きっと話しかけたら進むんやろうけど、ちょっとダンスを思い出してきていいですか？カットするから、ちょっと待ってて。あー、久々やったけど。まあ合格はできてんけどさ、ハードモードでも。いやー、まあフルコンボにはならんくって、やっぱちょっと忘れてたわ。まあでも大丈夫かな。では。進めてこう。来たね、はるか。うん。プリンセスリーグまであんまり時間ないけど、どないする？すぐにプリンセスリーグ行く？行きます。プリンセスリーグに行きます。うん、気合入ってんな。ほんならスケジュール表見て、プリンセスリーグの予定確認しとこ。うん、よし。ここで、あ、違うの選べへんのかな。
挨拶回りとか。てかまあいろいろ仕事もまたやりたいな。まあでもストーリー第2ラウンド、うん、まあノーマルで大丈夫です。よっしゃ行こうか。はいはい。さあ T セット登場何ヶ月ぶりや。2ヶ月ぶりぐらいかな。山浦さんどうかしました？ん？ほんまのこと言うとな、私テレビ局来るん久々やね。あ、そうなん？え、そうなんですか？うん、なんや緊張してきた。山浦さんの方が。大丈夫ですよ山浦さん。ごめんな、私の方がしっかりせんなあかんのに。いいんです、行きましょう。控室はこの奥ですから。ほんなら私さっき行ってるわ。なんで一緒に行かへんの？沢村。ん？え？お、わしや T セットのマネージャーの。はい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 。中井さん、社長が死んだばっかりやのにもうこんなとこにおるんか。ほんま小さい事務所はなりふり構ってられんちことか。失礼します。ところでお宅の社長ほんまに自殺なんかな？え、敵の多いお人やったからな。パクさんはあの人死んでせいせいしたいう業界の人間もぎょうさんおる。自殺に見せかけて誰かに殺されたんとちゃうか。これであんたに同情票集まったらシャレんなら。案外犯人はダイナチアの中の人間なんとちゃうか。やめてください。うわー、ふっかけてくるな。中井さん、私が T セットに勝ったら二度と私たちに構わないでください。約束できますか？ほんま、おもろい女やで。答えてください中井さん。せやったらそっちもなんかかけてもらわなあかんな。沢村、お前が負けたらうちに移籍してもらう。それでどうや？まあ当然 T セットの後輩としてやけどな。あいつらが姉さんになったら今以上に可愛がってもらえるわ。わ、うん、かりました。ええな、約束したで。失礼します。書面書いとき、書面勝つから大丈夫。なんでそんな勝手な約束したん？大丈夫やって。堀江くん勝て、相手にせんのが一番やって言うてたやろ。はい、ごめんなさい、黙っていられなかったんです、すみません。それがあの中井中マネージャーの手なんよ。そうなん？でも大丈夫、勝てば問題なし。前はこうなったらあいつらの鼻明かしたろ。あんたやったらできる。T セット引きずり下ろしてまずは大阪のトップアイドルになるんや。はい。うん、よし、ほんなら今日の衣装に着替えて。しっかり頼んだで。はあ、頑張ろう。あ、なんかまた違う。よっしゃ、バッチリ衣装や。今日も決まってる。なんかズボンめっちゃ幅短ない？失礼します。沢村さん、そろそろお願いします。これしゃがんだらお尻出るやろ。はい、よろしくお願いします。あ、意外に伸びるわ。さて、こういう舞台でしかないあの早着替えもあるから、確かあの早着替えゲージは溜まってたはず。よっしゃ頑張ろう。お、ハッピーマンもいる。皆様ご機嫌いかがでしょう？タイム、司会のドルチェカミヤです。相変わらずうっとしい感じだな。アイドルたちが繰り広げる仁義なき戦いは巷で大反響を巻き起こしちゃってます。早くもテンションクライマックス。トップアイドルへの登竜門、プリンセスリーグ決勝戦第2ラウンドを迎えました。
2ヶ月ぶりですね。対戦ルールは前回と同じ。会場の皆様は優れたパフォーマンスをしていると思うアイドルのステージ近くへと自由に移動しちゃってください。ライブ終了時、あなたに近いステージのアイドルを支持したことになるので要注意ですよ。さあ、それでは第1ラウンドからデッドヒートを演じてくれた2組のアイドルをご紹介しましょう。まずはこちらのアイドル。光る個性が混じり合い、生み出す力は無限大。優雅な立ち振る舞いは王者の風格すら感じさせます。完全無欠の最強デュオ、T-SET。未完の大器はついにその片鱗を見せ始めたか。ファンの予想をはるかに超えるスピードでステージに立つために進化する驚異のアイドル、沢村はるか。うん、頑張ろう。うん。さあ、どちらのアイドルがより多くの観客を魅了しフィーバーさせられるんでしょうか。それでは行っちゃいましょう。レディーゴー。よし。あ、緊張してきた。フルコンボは無理かもしれんけど、頑張る。愛しさの傷口は羽をなくした鳥のよう、ねえどうしてねえあなたはそんなに悲しく笑うの。真剣。あ、くそ。あー、あ、よっしゃ、早着替え。え、どこがどう変わった？私が切なく滲む、いつの日かこの涙があなたを振り向かせると、いつの日かこの傷にあなたが気づくと、愛しさの傷口は羽をなくした鳥のよう、ねえどうしてねえあなたはそんなに悲しく笑うの。あ、間違えた、最後。くそ。勝ててる。あー、よかったー。はるかちゃん、 T セットの二人、お疲れ様でした。お疲れ様でした。2組とも素晴らしいパフォーマンスでしたね。もうちょっと上手いことできるはずだった。ただし、このステージはライブバトル。どちらがより多くの観客から支持を得られたのか確認しないといけません。
さあ、そろそろ結果の集計が終わったようです。今回の勝者はどちらのアイドル？はあ、USB でコントローラーつないでやればよかったかな。優勝の行方を大きく左右する第2ラウンドを制したのは、沢村はるかだ。ああ、よかった。ファイナルラウンドに向けて期待できる結果になったんじゃない？はい、とっても嬉しいです。ファイナルラウンドですが、自信はどう？抱負を聞かせてください。正直自信はありません。でも優勝したい気持ちは誰よりも強く持っています。だからファイナルラウンドでは私の思いを届けられるように精一杯頑張ります。アルカちゃん、サンキューです。とても強い意気込みを感じるコメントでした。これはファイナルラウンド期待するしかないでしょう。これ T セットには一切触れへんねんな。負けた敗者側には厳しい世界やな。あー、でも勝ててよかった。さあ、いかがでしたでしょうか。こちら会場は未だ大歓声が鳴りやみません。しかし残念ながらそろそろお時間となってしまいました。それでは次回もお楽しみに。 See you next stage。 まあ負けた側の T セットも舞台上では毅然と捨てるのはプロやな、うん、とは思うけど、まあ、嫌いやけどな。ああ、よかった。ちょっといろいろ見せて。よかったで、はるか。次はいよいよ最終決戦や。T セットも必死で挑んでくるはずや。まだ T セット。最後の最後まで全力で頑張ってこ。負けたわけじゃないんや。うん。ほんなら蒼天堀戻ろ。秋山さんと待ち合わせしてんやろ。ええ。せやけどほどほどにしや。あたしとしてはほんまは空いた時間はレッスンに当ててほしい思ってる。あたしもクリスティーナもいつでもスタンバイしてるから。ええな。はい、わかりました。うん、よし、ほんなら行こうか。はあ、コンボが途切れたり、なんか手が思うようになんか動かんくって、一時はどうなるかと思ったけど、よかった。お疲れさん。私はさっき戻ってるわ。あんたは疲れてるやろし、ゆっくり帰ってきたらええ。はい、ありがとうございます。秋山さんかな。はい、沢村です。はるかちゃん、秋山だけど今大丈夫？うん、秋山さん。はい、今収録が終わったところです。そっか。じゃあ疲れてるところで悪いんだけど、ちょっと話したいことがあるんだ。できればあのトレーナーの人も一緒に。山浦さんですか？え、山浦さんなら先にダイナチェアに戻ってるはずです。じゃあダイナチェアで集合ってことでいいかな。俺は入り口のところで待ってるから。わかりました。もしかして人弁士が見つかったんですか？期待させて悪いんだけど、それとは別件でね。じゃあまた後で。はい、失礼します。別件？人弁士関連とはまた違うんか。じゃあまあ街で起こるサブストーリーはないっぽいし、素直にダイナチェアに戻ろうと思います。あ、いたいた。秋山さん、お待たせしました。悪かったね、疲れてるところ。いえ、大丈夫です。よし、それじゃあ行こうか。はい。はい、じゃあ行こうか。お邪魔します。お邪魔しますってなんか変じゃない？よし、さてさて、どんな話が聞けるんや。はるか、それに秋山さんも。秋山さんが
ここで話をしたいって。話？ああ、話ってのは他でもないこの事務所のことだ。山浦さん、あんたにも聞いといてほしい。ええ。それで事務所がどうかしたんですか？さっきパクさんの帳簿を見つけてね。うちが貸した金、金庫からなくなってたって話だったけど、実際はそうじゃなかった。帳簿で確認したよ。もう使い切っていたんだ。ん？え？パクさんは遥ちゃんがプリンセスリングで優勝することを信じて、事前にデビューイベントを興行するための準備をしてた。ええ、それは知ってるわ。社長ずっと東京でライブイベントやるって話してたからな。でもさ、それがとんでもないのよ。パクさんは本当にとんでもないステージを用意してたんだ。3億もの大金が消えたわけも分かったよ。どういうこと？彼女の抑えていた会場は日本ドームだ。え？日本ドーム？新人のメジャーデビューイベントで？と、そんな人数集まるわけないやん。彼女のことだから何かしら考えはあったんだろう。今となってはそれもわからないけどね。道理で社長が東京のイベント会場を教えてくれへんかったわけや。いくらなんでも無茶すぎるって。でも社長にとっては日本ドームでコンサートをやることが重要だったんだと思います。なんか言ってはったな。どういう意味？社長言ってました。アイドルだった頃の社長があと一歩のところで立てなかったステージが日本ドームだったって。多分あの場所にはいろんな夢が詰まっていたんだと思います。はるかちゃん、君はどうしたいんだ？社長が残してくれた舞台が日本ドームにあるのなら、私はそこに立たなきゃいけないと思うんです。パク・ミレイの夢を継ぐ最後のアイドルとして。けど言うても社長も堀江君もおらなどないもん。山原さん、あんたがいるじゃないか。私？はるかのマネジメントぐらいやったらともかく、コンサートの上なんか無理や。そんなノウハウ持ってへんもん。私もいますよ。おお、クリスティーナさん。海外でもっと大きな規模のイベントを仕切ったこともあります。私が山浦をサポートしましょう。それに一度受けた仕事は最後までやり遂げるのがプロというものです。私の仕事は遥かを一流にすることでしたから。おお、ありがとう。せやけど、ほんまにドームでライブなんてできると思ってんの？あんたら。パク社長のことです。会場を抑えただけなんてことはないはず。運営スタッフはすでに確保されていることでしょう。まずはそのあたりを確認していくんです。できるかできないかはその後判断しても遅くはありませんよ。山浦さん、お願いします。わかったわ。ほな、もう少し様子見てみる。ちょっと時間ちょうだい。秋山さん、その帳簿見せてくれる？何がどこまで進んでるんか、お金の流れ見て方々問い合わせてみるから。それでこそダイナチアのスタッフですよ、山浦。ありがとうございます、山浦さん。今日からこの事務所のボスはあんただ。あんたならパクさんも納得してくれるはずだよ。堀江ちゃんもね。空を置きに。遥香ちゃん、後のことは山浦さんたちに任せて、君も自分なりの準備を進めるんだ。それが社長との約束だったんだろ。いいね。ありがとうございます、秋山さん。おお、かかってきた。はるかちゃん、多分神室町の人弁士だ。ええ、はなちゃんか。もしもし、スカイファイナンスの秋山社長。ええ、そうです。あんたの秘書って女の子から連絡もらってね。あんたと話せってさ。任弁士さんだね、カムロ町の。いちいち確認を取らなくていい。何か仕事か？悪いんだけど、頼みたいのは偽造の仕事じゃない。もちろん報酬は払うけどね。実は
大阪の人弁師を紹介してほしいんだ。蒼天堀界隈にいないかな。何を頼むつもりだ。遺書の偽造、ある人の筆跡を真似て偽の遺書を作ってもらう。なるほど。それなら一人心当たりがいるよ。連絡先わかる？さあな、仲良しってわけじゃないんでね。ただ蒼天堀の方眼寺横丁にバークレストって小さな店があるはずだ。そこのマスターに聞いてみな。どうも、礼は花ちゃんから受け取ってくれ。よろしく。そうやな、直接秋山さんに連絡するように言ってって頼んでたんだっけ。方眼寺横丁バークレストか。はるかちゃんの入れる店じゃないな。もう夜も遅いし俺一人で行くよ。いいね。ええ、わかりました。私はここで待ってます。何かあれば言ってください。お家でもう休みや。仕事してきてプリンセスリーグ終わって、てかクリスティーナさんがさ、山浦さんのこと山浦って呼び捨てで読むのがちょっと なんでか知らんけど面白いねんけど。まあ、はるかちゃんのこともはるかって言うねんけど、それは名前やし下やし、まあはるかちゃんも若いしって思うねんけど、山浦さんとクリスティーナさんはうまくやっていけるんかな。はい、ということで、まあキリがいいから今回はここまでにしようかな。はい、ということでここまで見てくださってどうもありがとうございました。あ、まあ、ごめんなクリスティーナ。てかうちもクリスティーナのことは呼び捨てにしてるわ。ごめん。はい、ということでここまで見てくださってどうもありがとうございました。また次のパートもよろしくお願いします。ではでは、またね。バイバーイ。